私たちが暮らす地球。今この地球上には様々な課題が山積しています。この課題を解決するには人類の英知の結集が不可欠です。その最先端を走る生命科学、この知見を活用し課題を解決します。例えば医療は生命科学により新たな治療法の開発へ。環境面では例えば地球温暖化の抑制に向け生命科学の視点でアプローチ。また世界的な人口増加などによる食料問題にも食料資源や環境、生態といった生命科学の視点でアプローチ。持続可能な社会の構築を生命科学から取り組みます。京都産業大学はこうした取り組みに貢献できる人材を育てるべく新たに生命科学部を開設。私たちは生命科学の領域を新たに捉え直しました。理学、農学、医学、薬学などさまざまな学問領域を統合し、今そしてこれからの社会、世界で生命科学に期待されていることは何かという見方で捉え直したのです。そのため我々の生存に直結する地球規模のさまざまな課題を3つの領域に集約しています。学問分野を超えて社会との接点から生命科学を幅広く学びます。2つ目の特徴は生命科学を2つの切り口で学ぶということ。先端生命科学科と産業生命科学科、2つの学科体制で学びます。生命科学の基礎知識と技術を基礎として実験科学と社会科学の2つの異なるアプローチで生命の課題に挑みます。学びへのアプローチが異なる2つの学科を設置することで生命科学の専門的な知識と技術に基づいて生命科学に関わるさまざまな課題を正しく認識、理解。先端、産業のどちらの学科に所属しても生命科学の基礎となる知識と技術をしっかりと学び身につけます。その上で各学科で専門性を追求、また社会と暮らしを支える3つの領域に対応する主コースを2学科それぞれに設置。学問分野を超えて社会との接点から生命科学を幅広く学ぶことができる体制を構築しました。3つ目の特徴は2つの学科それぞれが目指す人材像です。先端生命科学科と産業生命科学科という異なる2つの視点から生命科学の知見を兼ね備え地球規模の課題解決に貢献できる人材を養成。両学科とも研究職、教員、大学院進学を目指す人材を育てながらそれぞれの学科ならではの人材も育みます。先端生命科学科では研究や開発などを通して生命科学の発展に寄与する人材を育てます。生命科学を実験科学からアプローチし研究者、作る人、深掘りする人というコンセプトで最先端の生命科学の研究を推進できる人材を育成します。産業生命科学科では現代社会に生じる複合的なさまざまな問題を生命科学と社会科学の視点から正しく認識、理解するとともにその解決策を提案し実行することで社会に貢献する人材を育成します。例えば分野は異なりますがテレビニュースの気象予報士をイメージしてみましょう。雨雲や気圧など複雑な科学分析の結果を誰にでも分かりやすく伝えています。とこのようにサイエンスコミュニケーター、企画営業など実験科学の研究成果を一般の方や市場につなぐ職種がこの学科から羽ばたく未来像。現代社会に生じる複合的なさまざまな問題を生命科学と社会科学の視点からその解決策を提案し実行する人材が求められています。こうして現代社会に生じる複合的なさまざまな問題を
生命科学の視点から解決する人材を社会に送り出していきます。4つ目の特徴は、少人数できめ細やかな教育・指導を行うことです。教員1人当たり学生 4,5 人という他大学に例を見ない徹底した少人数体制で、基礎から丁寧に徹底的に指導します。こうした環境のもと、学科ごとに実践に特化した学びを導入します。先端生命科学科では1年次から先端的・実践的な実験科目を開講し、実験による研究に対応できる技術を養成。最先端の研究を行う教員陣が手厚くサポートします。教員の実績も世界規模、文部科学省からの採択も。一方、産業生命科学科では社会科学分野と接点がある教員も在籍し、高度な教育体制を構築します。インターンシップを導入し、企業や NPO などと提携、生命科学の研究成果が社会でどのように活用できるのかを学びます。さらに課題解決に取り組む授業 PBL を通じ、研究成果と社会をつなぐ実体験を積むこともできます。こうした特徴ある両学科の交流を通じ、課題解決力を養成します。加えて副コースを用意、先端生命科学科ではグローバルコースや教職コースを設置、実験動物一級技術者、食品衛生管理者の資格取得を支援するコースも設けています。産業生命科学科ではグローバルコース・教職コースを設定し、志望する将来に応じた実践的な学びにも対応します。実験科学・社会科学関係なく、地球で生きていく一員として、互いに刺激し合いながら地球規模の課題解決に貢献しうる生命科学基礎知識と技術を有した新たな人材を養成します。生命のその先に未来の社会を創造する新たな挑戦の仲間を私たちは待っています。